皆さんこんにちは。サッカー解説者の越智隼人です。先日行われました J1 昇格プレーオフ清水対山形のゲームは、山形にとっては悔しくも0対0引き分けという結果に終わったものの、レギュレーションにより敗退ということが決まり、山形の来季 J1 でのプレーという目標は達成することはなく、モンテディオ山形にとっては今シーズンを終えるということになりました。ということで、今日は清水対山形 J1 昇格プレーオフ準決勝の90分について振り返りたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず1試合を通しての感想で言うと、予想してた展開とは大きく異なる試合の入りになったなというのが強い感想です。実は私、清水山形のゲームの前に、プレビューということで試合の展開予想をしました。その中では清水がやはり先に1点を奪えれば、大きくこのプレーオフ次に駒を進めることになるという、そのレギュレーションも含めて引き分け OK なんですけども、より先に点を奪いに行って、楽な試合展開といいますか、自分たちにとって次に駒を進める確率を上げるためにスコアを先に動かすという、そういう策を取ってくるんじゃないかな、狙いを持ってくるんじゃないかなというふうに予想をしました。ただ当日メンバーを見てみると、カルリーニョス・ジュニオをスタートではなくて途中出場ということで、もちろんメンバーにも入っていましたけども、左に中山、右に岸本というメンバー構成で、キーパーのところはアクシデントということで、フィールドの構成としてはどちらかというと前半試合の入りはバランス重視、まずは先に失点しない、山形に得点を与えないという入りを選択したのかなと思います。で、実際そうなりましたけども、後半カルリーニョス・ジュニオを途中から投入したりして、よりちょっとこうスコアがね、引き分けといいますか、0-0 もしくは1-1っていう状況であれば清水は OK なので、後ろに重心が置きつつもカルリーニョス・ジュニオの方で、カウンターを仕掛けていく、個人でボールを運んでもらうっていう、そういう、おそらくプランがあったと思うんですけども、清水にとってはこう苦しいゲームではあったと思うんですけれども、ある程度こう自分たちが描いていたプランというのは描けた、実際体現できた一試合だったんじゃないかなというふうには思います。山形はやはり点を取らなきゃいけないということで、とにかくゴールを生み出さなきゃいけないということで、チアゴ・アウベスをスタートから起用して、そこもうまく山形は清水の右サイドの背後っていうのを、小野選手からのチアゴっていうパスもね、何度も通っていましたし、実際決定機も作っていたので、山形も準備してきたものっていうのはしっかり表現できていたとは思うんですけども、清水が、次昇格プレーオフ決勝に駒を進めるための、堅実な考え方と、あとは選手たちの忍耐強い戦い方で、実際それを遂行した、そんな清水の姿っていうのが印象的でありました。試合の入りから、ちょうど20分ぐらいまでは山形がだいぶ押し込んだ、圧倒したと言っていいその試合の入りだったと思いますし、山形としては理想的なこう入り方ができたんじゃないかなというふうには思います。実際山形がボールを多く持ちながら、自分たちの意図したボールの動かし方とポジショニングで、清水陣内に押し込む展開は20分までは断然山形の方がね、いい形を作ってたと思います。そこまでで本当に再現性、山形の意図したこういう形で今日の試合は進めていきたい、チャンスを大きく作り出していきたいっていう、気になったシーンっていうんですかね、がありますので、紹介していきたいと思います。これは前半5分の山形のチャンスシーンです。後ろ西村、野田、そして後藤選手、キーパーの後藤選手が3枚でこう3枚回しをするようなシーンですけれども、それに対して清水はチアゴ・サンタナと乾選手の2人で、2枚で最初のファーストプレスをこうかけていくというところ、野田選手にボールが出て、ちょっとハーフウェイラインをまたいだ小野選手ですね、左サイドバックの小野選手のところに出る、
で背後深いところを取ったシラゴからのチャンスシーンっていうところですけども、こうやって動かすとすごくシンプルだし、なんでこう清水こんなことこうやられてしまったのかっていうことがね、大して難しい動かし方をしてるわけではないんですけど、なぜそういうことに至ったのかというところを整理していきたいと思います。はい、じゃあ実際そのシーンのポイントを整理していきたいんですけども、まず先ほど言ったようにこのツートップチアゴサンタナと乾の2枚でのプレッシングに対して見事だったのは、この日勇気を持って西村野田はもうほぼペナ幅ですね、ペナルティエリアの幅に開きつつ、彼らのプレッシングを正面から受けない、しっかりとこうアングルを取って、つけやすい、入れやすい、体格も蹴りやすいっていうところを取る。でなおかつ、まあ、そこに欠かせないのは後藤選手、キーパー後藤選手のこういう関わりがあることで、3対2の状況を作って相手の出方を見て動かしていくっていうことが見事にできていました。まあ、それが一つきっかけとなったのが野田選手からの左サイドバック小野選手へのパスですけれども、この日の清水は左の中山選手についてはこの右サイドバックに入った山田選手が高い位置取ればしっかりついていく、山田選手だったりボールを同一視しながらまあ、つまりマークを的確に基本的なことに忠実な形で、取っていきました。一方清水の右、山形の左サイドを見ていくと、ここに岸本という選手がいたんですが、岸本選手は基本的にはここにもちょっと行きたい、センターバックにも行きたい、なおかつ、山形のこのボランチ顔を出すところもちょっとやっぱケアしたいということで内側に取りやすいと言いますか、あとは同時にこの左サイドバックの小野選手が高い位置をこうスーッて取りつつある時にもちょっと背後に置きやすいっていう特徴が右と左で違いがありました。そこで野田選手は小野選手がこう外れてマークが外れている瞬間を見逃さず、まずここにスパンと入れてこの中盤のラインをもう突破したっていうのがこの2つ目のポイントですね。最後3つ目のポイントですけれども、サイドにボールが入ったまたは直前こう小野選手がここにポジションを取った時に一つ前のチアゴ・アウベス選手はどうしたかっていうと、当然こう同じレーンにいては、ここで詰まりやすいので小野選手がサイドに取った瞬間内側にポジションを取るんですね。で小野選手がいい状態で左足でボールを持った瞬間にどうしたかっていうと、最後このスペースにボールを要求しつつ、まあ、スピード勝負でもありますし、センターバック1枚をここ高橋選手をこう釣り出すような形にするんだけども、スタート切ってるのはチアゴがスタート先なので、もういい状態でこのボールに対しては入っていけるし、最終的にやや遅れてくる高橋選手なんかの状態を見ながらクロスだったり自分でカットインっていうそういうような判断を持てるぐらい余裕を持ってこのスペースを使えていたというシーンです。これが前半5分のシーンなんですけども、実はこのもう本当数分後、2、3分後ですね、同じようなシーン、だから一言で言うと再現性、山形がおそらく描いてこの試合に入ってきた、または日々のトレーニングの中でこういう形で、このスペース取れるよっていうトレーニングをしてきてるじゃないかなっていうことが見えるようなシーンが再び訪れるので、そのシーンも、まあ、似たようなシーンなんですけども、改めて解説していきます。続いては8分の山形のチャンスシーンです。ここはゴールキックから、山形のゴールキックからのスタートだったんですけども、基本的には先ほどのシーンと同じようにここ2対3のような状況をまず作ってからの、シーンなんですけども、野田選手から、ここで、選択するのはこのシーンではここではなくて、まずボランチの選手なんかも寄っていくことで、まあ、清水のボランチもここは前からはめに来たと。でなおかつ右サイドハーフの岸本選手は直前まで対面の小野選手を見てたんですけども、ここに南選手がちょっと寄ってきたことで少しボランチのケアを意識したんですよね。でその瞬間それを見た小野選手はここにいないでもっと高い位置取れるっていうことを踏みました。
相手清水が出てきたことを察知した後藤選手はここに生まれたスペースを使う。で、後藤選手もうまくそこを見つけてボールを送ります。で、今度どうなるかって、当然ここで自由にプレーをさせたくないので、高橋選手がここにプレッシングに来ると、ボールを奪いに来るということで、でもうすでに出てくるだろうなっていう後藤選手は想定済みなので、ワンタッチですぐ近くにサポート来てた小野選手にボールを落とすとなると、先ほどと同様ですね、外を取ってる小野選手を見た瞬間にも千葉選手はこの瞬間はもう内側取ってました、右サイドバックの原、選手はこのボールとチアゴ選手を同一するのは非常に困難な状況になっています。っていうのも察知したチアゴはこのスペースを再び取りに行く。小野選手は当然ここボールを送っていってチアゴ選手のスピードを生かすということ、あの山形がしっかりビルドアップから空いたスペース、清水がこの試合で空けやすいスペースっていうのをしっかり察知してボールを送る、使う、しかもスピードアップするところもちゃんと共有できているので、相手が混乱した瞬間にはここを取っていくよ、でここを取れるのはチアゴアーベスっていうチームで一番こうスピードがあって点が取れる選手が、こういうところに走っていくことでチームとしての脅威、相手にとって脅威なシーンを作り出すっていうことが、試合の入りから、5分、先ほどの5分のシーンとこの8分のシーンも連続して、生み出せたということで、その先ほど言ったように入りからの20分、山形が圧倒することにつながったっていうのも、こういう冷静な状況判断と山形がチームとしての準備っていうのがしっかりあったからではないかなというふうには思います。はい、後半の12分に、交代カードを先に切ったのは 0-0 の状況で、ホームの清水でした。で、清水の交代というのは、左サイドでしたね。左サイドバックの山原選手と中山選手ですね、カルリーノスジュニオを投入して、左には吉田豊選手サイドバックとして投入されました。まあ、山原選手はなんか前半のうちにちょっと膝を気にしてたシーンもあったので、少しそこら辺を懸念して早めにここは変えてきたのかなっていうのもあるんですけど、左サイド一気にこう変えてきたっていうのは、アクシデント絡みというよりも、山形がシーズン中このアタッカーのところ、右の伊坂善のところに横山瑠衣という選手を入れてくるっていうのが最も多いパターンだったので、清水としても当然スカウティング済みということで、山形が先に動いてから変えるというんではなくて、そういった山形の途中交代でさらにギアを上げていくっていうことも見越した上で、清水はこの左サイド、山原選手のちょっと怪我が不安なところもあるんですけど、それだけじゃなくてカルリーノスジュニオがいることで、奪ってから彼個人でやはり運べるシーンだったり、運べるっていう個の力ですよね、をピッチの中にこう彼を入れることでチームが再び取り戻していくっていうこともしっかり清水としてはイメージとして持って、彼カルリーノスジュニオを入れたのかなと思います。で、実際、自陣に押し込まれるんですけど、カルリーノスジュニオのところで 20m、30m こう運んで決定機を作るっていうシーンもあったので、まあ、そういうことを考えると苦しかった清水ではあるんですけれども、その90分のプランという意味ではある程度想定してきたこと、準備してきたことっていうのをこの90分の中でしっかりとこう手を打つということは遂行できた、実行できたんじゃないかなというふうに思いました。僕個人としての捉え方は、秋葉監督は今シーズン通して一緒に戦ってきた選手たちの個の力を信じたんじゃないかなというふうに思います。だいぶ苦しい展開だったり時間帯はあったんですけど、実際ただ最後のところ山形の選手たちに剥がされるようなシーンっていうのは、最後のところでぶっちぎられて、ドフリーでシュートを打たせるとか、ここトップの関係で、この質で劣るっていうことは試合中意外となかったと思うんですよ。清水としたら攻め込まれた印象はあるんですけど、だけどそういうところを秋葉監督は最後のところ、高橋、鈴木、山原、原っていうところだったり、ボランチところでは個の質では絶対上回れる、秋葉監督として
自信があったんじゃないかな。だからある意味そこがこの試合のキーというか肝になった、言い方は変かもしれないですけど、それこそが戦術だったんじゃないかなっていうふうに僕としては捉えました。はい、ということで、2023シーズンのモンテディオ山形の戦いは、これで、終了ということになりました。一方清水は、この試合は年間順位が上位という立場で、山形に対して戦って 0-0 引き分けレギュレーションで上に進める、駒を前に進めるということになりました。ただ、決勝に関しては3位の東京ヴェルディと4位の清水とカードが決まりましたので、今度は清水にとっては立場がガラッと一転して変わるので、この山形対清水であったような清水のその表現ではなくて、今度は勝つための姿勢っていうのが、清水は見せなきゃいけないし見れると思いますので、また決勝もどんなことが起こるか、こればかりは蓋を開けてみないと分かんないんですけれども、楽しみにしたいと思います。では、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。